ハローアースノイド。富野義行が初めてロリを意識して想像したキャラクターに対するネットの反応をお送りするよ。ダブルゼータからロリ路線始まったよな。プルって可愛すぎるよね。可愛いし可哀想。作画が変わりまくるキャラ。プルはガンダムシリーズで一番可愛いよ。スパロボでしか知らん時はプルとプル2は仲良しだと思ってた。スパロボとかでしか知らなくて原作見ると性格がゴミすぎてビビるのがプルとモンシアや。当時はすごい人気やったらしいけど、今見たら自分勝手すぎてきついな。当時のオタクは今より女に寛容やったんかな。こんな文庫が出る程度には好かれてたで。プル2は当時は怖い子であんまり好きじゃなかったな。LP ちゃんの方は確実に俺の性癖を曲げた。砂漠で兵とかいすぎた。まあある意味で一番子供らしいよね。砂漠の水浴びはやばいと思ったけど。水使った時ほんま殴りたかった。本編見る前、可愛い本編見た後、キャラは可愛いんだけど、扱いが中途半端なのがね。すって泣きわめきながら市街地でファンネル乱射してたガキって印象しかない。トラブルメーカーだろうけど年相応とも言える。ガンダムチームからの扱いがシビアすぎる。なんなら女連中の方がきつい。内心は受動の取り合いだしギスギスでしょ。受動からは一貫してなんやこいつって扱いを受け続けてた。そりゃあそこまで情緒不安定だと余裕ないのはわかるが、死んだことにも結構冷淡だったよな。あれ1は飛ばしたかなって思うよな。プル死んだ後、プル死亡の次の回は劇中だとそれなりに日数経ってんだよな。だからもうノーリアクション。受動はともかくシャングリラのメンツにとっちゃ、プルは後から突然入ってきてめちゃくちゃかき回した後死んでしまっただけだからな。妹を立て続けに失った受動以上に落ち込んだりする理由もない。触れないのは当然といえば当然。あんなに受動が好きなのに受動はプル見がちで興味がない。あんなかわいそうなやつおるか。ソラルーさんが魅力的すぎるから私を妹だと思って。受動は最初からリーナしか大事じゃないのは一貫してるので、別にプルじゃなくても他の奴らの扱いは格段に落ちるよな。ガチ妹、幼馴染、年上ヒロイン、洗濯おばさん、二世妹にギャルゲみたいな環境よな。受動プルがキュベレイでサイコガンダムと戦うとこかっこいい。キュベレイの残骸からプルの遺体の一部を回収する人は気が狂うような思いだったことだろう。人格あれとは言うが、死ぬ間際にはもういい子になってただろ。受動だけじゃなく他の仲間も守ってたし、いいのはプルがニュータイプとして受動のことを自分たち以上に分かっていると洞察したのはさすがだと思った。プルがイーノのいるダブルゼータで勝手に出撃した時の、私一人でやってやる、一人じゃないよ、操縦するのは私だもん、これがなんか好きだった。プルは名前の由来からも存在そのものが永遠の少女みたいに作られてるし、悲しいけど本来マリーダさんみたいに大人になるまで生きられるような存在じゃなかったんだと思ってる。そういえばプル死んでから即宇宙に上がってなかったっけ。展開早いなと思った。ダブルゼータはその辺、雑になりがちなのが個人的には気になるんだよな。シリアスになってから良くなったみたいな論調強いけど、俺は最初のノリのままで良かったと思う。当時はゼータガンダムとノリが違いすぎると思ったけど、ダブルゼータの方がロボットアニメしてて面白いなと思う。ギャグは好き嫌いあると思うが、プルよりプルが死んだ後のプル2が好き。死ぬ直前のプル2はデレタ積んだからハイブリッドな感じでいい。本編で出れた記憶がないけど、出れかけたところで死んでなかったっけ。あれはプルが乗り移ったとか聞いたことある。まあまあ言うつばもんだが。二人とも殺す必要はあったんですかね。ハゲ、妖怪人間は殺さなきゃかっこしねえかん。待て待て、プルはオリジナルで強化人間じゃなくてニュータイプやろ。プル2は殺さないで欲しかった。プル2のシーンは何だったの？ルーが撃ったビームライフルかクイーンマンサの爆風かな。外傷ないから疲れて寝たくらいに思ってたわ。プル2はガクってなっただけだからなぁ。実は生きてたって言われても驚かないし、むしろ生きていてほしい。ネイルアーガマに乗せた後はもう助からん空気だったと思うぞ。撃つ場所を指定するだけでいいのにニュータイプ能力使うから。ダブルゼータ小説版だと明確に死んでたなプル2。本当にガンダムの小説版は余計なことしかしないな。
ゴットンと駆け落ちするキャラとか、砂漠の民として牙を休める野山とか、結構美味しいネタも提供してくれてるんだけどね。ダブルゼータの小説プルシリーズという分身がたくさんいるので都合よく殺されるキャラ。死ぬ必要のない人間が死ぬ、それが戦争だからしゃあないやろ。まあ戦争やってんだし、可愛いから生き残るなんて都合のいいことは起こらないんだよ。生きてたら生きてたでその後悲惨な人生になりそうだけど、マリーダさんがまさにそれだからな。マリーダさん以外にも生き残りがいて、幸せな人生を送ってるとか、ないか、無数に作られてたしあるんじゃね。というかイボルブだったかデプル2かわからんけど、プルのクローンを受動が助ける話あったよね。当初の計画通りダブルゼータにシャアが出ていたなら、シャアがプル2を膝に乗せたりクローンたちに囲まれたりで、シャアのテンションが極限まで上がっていた可能性も。シャアは甘えさせてくれる女性じゃないと意味ないぞ。プルじゃクエスみたいなコマが増えるだけよ。ところでお前らプルとプル2ならどっちが好き？プル2派、ツンデレのイメージあるけどアニメ本編だとイケメンすぎて惚れる。グレミーは絶対に許さぬ。プル、無邪気で可愛い。プルかな、良くも悪くも素直すぎる子だけど、プルのおかげでダブルゼータ大好きな俺がいる。なんかわからんがプルはガンダム女キャラで一番好きだという。どっちも可愛いがプル2かな。絶対プル、あんな天真爛漫な妹欲しかった。プルと一緒にいると元気をくれそう。プル2はツンデレじゃないぞ。それでも私はプル2一択です。プル2に決まってんだろ。生意気キャラが急に弱った妹キャラになるギャップ萌えだろ。忘れてはいけない。砂漠で貴重な水を頭からかぶるという暴行。ということでプル2しか考えられない。プル2のために死にたい。ネオジオンの清掃が可愛いプル2で。プルと結婚してプル2の義兄になるか、プル2と結婚してプルの義弟になるかと思うと、苦悩が加速化する、プルで。プルよりプル2好きとかいうやつは大体本編見てない。プル2のが好きやで、プルみたいに優しい子はちょっと、プル2初登場で惚れました。初カットが全裸ですよ全裸、男らしいでしょう。今では私の妻ですけど、二人とも全財産かけてでも普通の学校に通わせて、幸せな人生を送らせてやりたい。絶対マリーダさんとかいうやつおるやろ。どっちも可愛いけど、二人いればもっと可愛い。そういうことだよ。あ、マリーダさんも可愛いです。プルやプル2も成長したらマリーダさんのようなナイスボディになる模様。プルの性格でマリーダさんのボディか。二人が使ってた猫の枕になりたい。ここまで全部グレミーの自演。プルとプル2は今のアニメに出しても人気出る。ワイはおはげこんなキャラかけたんだって感動したよ。プルって可愛いだけの萌えキャラみたいなんかと思ってたら、リーナ殺そうとしたり思ったより富のヒロインだったけどね。プルプルプルー。